お答えしたいと思いますが、実は王子流という、まあ、私たちは王子流とは言ってなかったんですが、よその皆さんが王子流の仕立てたということを、申しておりまして、まあ、この結果的に金が取れるから増えたのかなと思うのが正直なところです。というのも、西は広島県から北は青森まで、全国大富士会っていう、組織がございまして、それが、2年に1回ずつ各県持ち回りでもって、まあ、研究会を開いております。なぜ私たちの地方でこれが出たかと言いますと、まあ、私のところでも、まあ、おそば産地として私たちの大富士地区は市場でも東京の総印、昔の総印ですね、今の総一でもって、おそば産地の第一候補だと言われて、桃栽培が盛んになったわけですが、従来の栽培ですと、海浸自然系で、やっておりまして、そのどうしてもいいもんが取れない。1本の、結果紙へ2個なり3個なりつけても玉のばらつきが出てしまう。これ徒長枝はものすごく出てしまうということでもって、これをなんとかならないかなという考えたのが、今から30年ぐらい前ですか、昭和40年の初めに、うちの方の徳農家の田辺さんという方と、現在 JA フルーツ山梨の、組合員を約1万人用しております、中山組合長が私たちの農協の技術員でございまして、ここにいる南君も中山組合長の下でもって元私たちの農協の技術員をやっておりましたが、まあなんとかその金が取れる方法はないかという2人がいろいろ研究してもらいまして、ちょうどその時に私の地域でもって第二次構造改善をやりまして、基盤整備をやった。で、私の畑でもってとにかく多い、じゃあ桃を2反分侵食するから2人に任せるから、これを自由にどういう方法でもいいから慕ってくれんかっていうことから始まりまして、そしてその2人がいろいろ研究してくれたのが、徒長枝が観光選定でやると徒長枝が出てしまう。その徒長枝を上手利用できないかというのが王子流のそもそもの発端でございます。そしてその徒長枝へ副梢が出ます。その副梢へならせることによって木を落ち着かせるじゃないかという。これで実際やってみたところ、木が落ち着いてきた。これで取れるものは品質が良くなってきた。これで初期の収量が上がってきた。だいたい観光選定でもって、8年から9年生の収量を6年生まででもって王子流の場合であと収量が上がってくる。まあ初期の収量が上がってくる。これは多い、なんとかこれを地元の方へ広めるではないかというのでもって地元へ広め出したところ、山梨県でもって果樹品評会、桃の品評会をやっておりますが、毎年最優秀賞農林水産大臣賞をもらうのが大富士流の選定をやってる方ばっかり。それでもって一躍注目されまして、いろいろ皆さんからも質問を受けたりするわけですが、まあ私たちは物を取って、そして金を多く取るにはどうしたらいいかって、ただそれだけじゃけ、金が欲しくて一生懸命みんな百姓をやって切磋琢磨してやってるわけですから、その中でもってどうも剪定、冬の剪定ばっかが剪定じゃないと。副梢を上手に使って実をならせること、どうでもこの実はこの枝絵はどうでも実をつけてもらわなきゃ困る。それも一つのやっぱし実をつけることも
聖地選定の一つではないかなという、まあ、考え方でございまして、そして自分の目通りから一本の木を10とした場合、目通りから上6割ならせる、下へ4割、それでも 腰から下は1個もならせない、葉面積を確保する、そして下へならせる分を上へならしたから、当然上の方は葉面積が少なくなります。だけど栄養養分を運んでいく状態でもって一番優位な条件があるのが一番高いところでございますから、下でもって殻の枝でもって十分葉面積を確保したやつを上に補わせればそれでもっていいじゃねえかという考え方でやっております。ですから王子寮の剪定を見ますと非常に枝がやたら混んでいるように見えますが、やたら混んでるではない、やっぱり一つ一つの理由があって枝を置いてるわけですから、だからその辺をよく皆さん方はお間違いにならないようにしていただきたいと思うわけですが、で私もそうですが、私今まで8メートル間隔で植えてたのを今回植しているやつは10メートル四方でもって1本です。だから私も30メートルの70メートル の, 2端部の畑がありますが、それも今まで4通りに植えてたやつを今年今度回植したやつはこの間も滋賀農協 の方たちに触れに見ていただきましたが、全部見通りにあえて本数を少なくしてありますというのが私たちの考え方は、風が通らねえきゃダメだよと、風が通ることによって日の光も入る、そしてでかい葉っぱじゃダメだ、小さい葉っぱを作りたい、小さくて肉の厚い葉っぱを作りたい、そうするにはどうしたらいいか、絶えずそれを考えながらやっております。